はい、こんにちは。静岡県三島市の税理士、松井はじめです。今日は2022年の11月30日で、税理士試験の結果発表の日ですね。毎年この日に動画を上げていますので、今年も変わらずにお話しさせていただければと思います。私が税理士試験を最後に受けたのは2015年の7月ですので、もう7年前になりますけども、毎年この時期になると税理士試験のことを思い出します。合格された方、本当におめでとうございます。また不合格だった方は、これから少し休んで気を取り直して頑張っていただきたいと思います。私が税理士試験の勉強をしていた時に、実体験からも、あと調べた内容からも言えることとして一つ大事なことがあるんですけども、税理士試験の本試験ではぶっちぎりに勝つことはできないと、そういうふうに言えます。そういう前提で考えておいた方がいいです。そうすることでやるべきことが見えてくるんですね。いろいろお話しさせていただきたいことがあるんですが、大事なポイントを3つだけ挙げさせていただきます。まず1つ目が、基礎をおろそかにしない。ライバルは試験ではなくて他の受験生。そして最後、よく考えること。まず先ほど言いました、なぜ本試験ではぶっちぎりで勝つことができないのかと、それについてなんですけども、税理士試験の特性上、本試験ではこれまで見たこともないような問題が出たりするんですね。それに難しい問題はどこまでも難しいから誰も解けないというのがあります。予備校のカリキュラムに従ってすごい勉強したけど、本試験であれ何か違うっていうふうに思った経験がある方は多いと思います。本試験の特性上、得点できる箇所は限られてますので、合格する人の上から下までの得点分布の幅が狭いと考えられるんですよね。一方で予備校の答練はそうではありません。予備校の勉強をすればするほど点数が伸びますので、得点分布の幅は合格する人のレベルで見ても上から下までこう結構の幅があると言えます。それが本試験になるとキュッと縮まるというふうに考えて間違いないと思います。自分がですね、国税徴収法を受験した年は、全国公開模試というのがタックであったんですけども、それの成績は上位 3% 以内に入ってました。200人中5番だったと記憶してます。ただ、本試験ではですね、こうボーダーラインを1点超えただけでギリギリ合格という感じだったんですね。このように自分の経験からも、あと他の方も言うんですけども、本試験では本当にね、こう紙一重のどちらに転べるか、合格側に転べるか、残念ながら不合格になってしまうかと、本当紙一重なんですよね。長くなりましたけど、こういった前提がある中で、大事なことのポイント1つ目です、基礎をおろそかにしないということですね。これは多くの受験生が正解できる問題を取りこぼさないということで、そのためにはですね、簡単な問題ほど慎重に解くというのが大事になります。そういう意識を持っていただけると良いと思います。そして2つ目のポイント、ライバルは試験問題ではなくて他の受験生であるということなんですけども、これ相対試験ですので、税理試験は試験問題ができたかどうかで合否が決まるんじゃないんですよ。他の受験生よりもできたかどうかで決まるんです。そこを再認識していただきたいと思いまして、で、他の受験生のレベルを把握するために予備校の講義は受けた方がいいです。これは間違いありません。税理士試験の勉強においては他の受験生と違うことはあまりやらない方がいいというのが私の持論なんですね。なぜかと言いますと、税理士試験では他の受験生ができる問題を取りこぼしてはダメと先ほど言ったことに関係しておりまして、多くの受験生が受講する予備校が提供している内容の中から受験生が簡単だと思う問題と難しいと思う問題が出てくるわけじゃないですか。ですので他の受験生がどんな問題を簡単だと思って、どういう問題を難しいと思うかということを把握するために予備校の講義は受けた方がいいと、そういう意味なんですね。みんなが簡単だと思う問題は自分も簡単だというふうに思えるようにならなければいけません。小判ザメ作戦というふうに自分呼んでいたんですけど、他の受験生にぴったりついていくというか、同じ情報を得るというかですね、そういった意識は大事です。あと予備校が毎年本試験前に今年はここが出題されるという事前予測をします。そうなると予想の上位に来た論点っていうのは受験生の多くが力を入れてくるところなんですね。受験生が力を入れる論点を予備校が作ってるわけですから、事前予測することによってある意味予備校がその年の試験のトレンドを作ると言っても過言ではありません。もちろん予備校の予測は当たることもあれば外れることもあります。予備校の予測が当たった年だと自分が予備校に通ってなくて予想上位の論点、つまり他の受験生が力を入れている論点を知らないとそれだけで不利になってしまうんですね。逆にこう予備校に通っていれば
この情報はね、他の受験生と一緒ですので、予備校が予想上位に挙げた論点が出題されても、それで自分が特段有利になるということはないんですけども、不利になることもありませんよね。予測が外れたら外れたで、それはまあ他の受験生も一緒なんですから、得られる情報で有利不利がつかないようにした方がいいということを言ってるわけですね。あと一つありますのが、受験回数が複数回目になりますと、やっぱり1年目と比べて力がついてくるんですよね。難しい問題を解けるようになるということです。だけどそこにこう大きな落とし穴があったりするんですよ。本試験でも難しい問題にこう手を出してしまうとか、それで手を出した結果誰でも解けないような問題だったとかですね、簡単に言えばまあそういうことになるんですけども、難しい問題だと誰も正解できない可能性が高い上に、正解できたとしてもそこに大した得点が振られないってこともあり得るんですよね。基礎的な論点を落としてしまうことの方がよっぽどダメージが大きいんですね。ですので、結局基礎をおろそかにしないっていうことは、他の受験生のレベルを把握する、他の受験生を意識するということと一緒なんですね。そしてポイントの3つ目、よく考えること、これはやっぱり大事だと思います。どうすれば合格できるか、上位 10% 以内に入れるかということを自分でもよく考えてみてください。これ本当四六時中考えることをお勧めします。予備校の講義は受けた方がいいことは間違いありませんけども、合格体験というのは再現性がないものとも言えるかもしれません。予備校が教えてくれない自分なりの戦略みたいなものは考えた方がいいと思います。例えば自分が今思い出せるところで言いましたら、理論問題のボリュームが多い年と少ない年で解き方のスタンスを変えるとかですね、最初に回答用紙の枚数を数えて、少ない年だったら時間はこれぐらいで書けばいいなと、そうすると考える時間はこれだけあるなと、本試験の中で、そういうふうにしたりとか、多い年だったらとにかく早く書かなきゃダメだなとかですね、そういった問題のパターンによって回答のスタンスを切り分けるとか、本試験で試験開始前に答案用紙が配られた時にどういう情報を読み取るか決めておくとかですね、でこういう項目があったらそこは真っ先に回答するようにするとか、他にもこう細かいことが挙げればいろいろあるんですけども、そういった自分なりの戦略を考えるというのも大事だと思います。ゼリー試験に合格された方は、みんな一様に頑張ったっていうことを言うんですよね。だけどその頑張ったの中身っていうのはやっぱ人それぞれ違うと思います。予備校が提供してくれる教材とかですね、そういったものはしっかりやることは大前提として、やっぱ自分なりにどうすれば合格するかっていうことを考えた人が合格していると、というふうにも言えるんですね。ですので、そういった意識を持っていただければと思います。ポイントを再度挙げておきますと、基礎をおろそかにしない。ライバルは試験問題ではなく、他の受験生であること。そして、よく考えること。これら3つが大事なポイントになりますので、ぜひ意識していただければと思います。今日の内容は以上になります。よろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。